やじゃあ早速総括をお願いします。想像以上に本格的でびっくりしましたね。吉川とか、みんなそうだけどね、四つ葉とか、うん、こっちのこの流行りだよね、うん、低温チャーシューもやってで和風に寄せる、うん、こっちのめちゃくちゃ風寄りだったんですよ。でここはやっぱり麺がすごい時間すごいね、コシがあってね、そばそばみたいな、うん、すんげえコシがある、うん、太麺じゃないのにすごいワシワシした感じでしたね。強烈な出汁を取ってそこで食わせる。最初来る時に、あの危ない匂いしかしないって言ってましたけど、これ見たらすごい、この上り塩太田営業地の上りとこれここだけ見たらやばいと思うし、だけど中はすごいね、寿司屋みたい、寿司屋のカウンターみたいにすごい本格的だし、内装もすごいしっかり、うん、びっくりしました。ああ本格的、いろんな何種類も地鶏使ってね、こだわりだけどやっぱりそういう気風が今あるんだろうね、埼玉のねこの辺にね、同じ地域だ、吉川四つ葉、ああそうですね、もう全然全部テイストの人で、ここは寿司こそなかったけど、あいつらは寿司もあったけど、うん、でもこっちは和風、一番和風に寄ってるよね、うん、和に、あのスープがさ煮干しそば、うん、もうあの煮干しの今までの中で一番煮干しだけで、うん、煮干し汁みたいなあれスープだったでしょ。だけどこの前食ったあれレイジの煮干しとかとは全然思想が違うよ。レイジだってレイジは煮干しそばって言ったんだけど、あくまで煮干しと醤油をさドッキングさせてラーメンにするというところじゃん。もうこれはっきり言ってこれ日本そばにしたらもうそばじゃん。全然レイジは腹渡を感じるような、うん、ここもそう、苦味は感じるけど、でも感じすぎるというか、ね、その出汁煮干し出汁のあれがもう前にとった。でも今の流行りは地鶏にしてもそうだけど、そっちなんだよね、うん、この一つの究極食材の出汁をもうと濃く取ってそれを全面に出して一点突破で食うタイプ、ね、だからこの前の佐野実の店とかみたいにブレンドでさ、うん、ブレンドが命みたいなあれじゃないんだよ、うん、それだからストレートな感じのあれで本格的だけど素材は、まあ、びっくりしました、ね、びっくりした、うん、期待できますね。じゃあ、うん、星いくつですか。2つ星です。来た2つね。多少やっぱりね単調な感じはする、うん、そこまで奥行きということは感じないというか、うん、うまいすげえ入るよ想像です。そしてこのもう車、うん、ハンコ通りは楽にならないなと思って全部回さないとしょ。うん、そうだね、もう一押し欲しかった。うん、まあこれもう全部にこだわってすげえ真面目やってんだろうけど、なんつうのかな、あれもつけそばとかあやそば頼んだ限定のやつだったじゃん。あれもよくコンセプトわかんないけど限定そばでさ、エビの香ばしい感じとこの地鶏の濃厚なあの脂の感じあるけど、つけそばにするときそんなどっちが推しなのかなって、うまいけど味も単調になるしさよくわかんない。だから絵付きとかのはやっぱり完成されてるなと思う。もう絵付きはもうエビのビスケみたいにもうすげえ濃く取ってる、濃く取りたいけど結局喧嘩するっていうかどっちに押したいのかわかんない。食材がやっぱ強すぎるのかもしれない、油の味が超、まあ、超和風ですよ。だから俺の言うラーメンからはかけ離れてるような気がする、ね、ただ創作和食って言ったらすごくない